小学生の頃のさやかちゃんの夢は友達ができること。さやかちゃんのパパの夢は弟の龍太くんをプロ野球選手にすること。自腹で送迎バスを買うほどに龍太くんの野球にのめり込み、さやかちゃんと妹の真由美ちゃんのことは母親のあーちゃんに任せきりだったという。おやつできたよ、いちご食べる？うん。あーちゃんはどんな時もさやかちゃんの味方だった。ほらね、世界なんてたった一晩で変わってしまうのよ。悪いとかじゃなくて娘の心の問題なんです。いいですかお母さん、もし仮にいじめのようなことがあったとしてもそれはどの学校でもあることです。学校にも行きたくないって言ってるんです。あの子はもう限界なんです。娘の心が潰されていくのを黙って見てるなんてできません。いろんな経験を経て子供も成長するんですよ。長いものには巻かれてください。それがこの学校の教育方針なんですね。さやちゃん、転校しましょう。え？けれど転校先でもさやかちゃんに親しい友達はできなかったという。どうした？あの制服かわいいね。ねえ、じゃあ受けてみる？え？メイラン女子中ならさ、きっと違う世界が待ってるよ。入っちゃえばさ、あとは勉強しなくてもエスカレーター式で高校にも大学にも上がれるし、さやかがワクワクすることだけしてればいいの。そしてさやかちゃんは私立メイラン女子中学に入学した。じゃあ行きますよ。短くした履く返しちゃう。うん。かわいいかわいい。そしてあーちゃんに言われた通り、全く勉強もせずに楽しいことだけ追いかけた結果、高校では成績最低クラスに振り分けられた。 SVOC おめえらよ、授業くらい真面目に受けろて。あ、はーい、一番一番フーズが、それはワクワクとキラキラに彩られた日々。
日毎日どこをつけられとんだ。掃除しているぜ。誰に向かって口利いとんだ竹が。さやちゃん、またスカート短くなってない？そう普通じゃない？姉ちゃん化粧濃すぎない？ね、普通にしてた方が可愛いと思うけどな。いやこっちの方が断然可愛いっしょ。おやべ、行ってきます。え、朝ごはんは？ちょ、ねえ、パン。いや、ちょ、ねえ、一口かじってって。そして、高校2年の1学期、さやかちゃんの運命を変える事件が起こる。工藤、なんだこれは。君たちは人間のクズだ。学校に悪い影響ばかり与えている。あいつらも一緒に吸っとったんだろ。あんな連中かばうよりクズから抜け出せよ工藤。美香たちがクズだって言うならさやかもクズでいいです。このままでは退学ですよ。他に誰が吸っていたのかさえ言えば退学は免除してあげてもいいと思ってます。タバコを吸ったのはいけないことです。それは親としても厳しく反省させます。でも校長先生、自分が助かるために友達を売れというのがこの学校の教育方針なんですか？本当にそれがいい教育だとお考えならば娘は退学で結構です。何も言わない娘を私は誇りに思います。この子は本当にいい子なんです。結局さやかちゃんだけが無期停学処分となった。どうすんのお姉ちゃん。無期停だと大学あげてもらえないんでしょ。なんとかなるっしょ。別にやりたいこととかないし、まあ私の人生そんなもんっしょ。そんなもんだよ。さやちゃん、受験して他の大学に入ろうよ。は？話だけでも聞いてみたら？と、ここまでは僕があーちゃんから聞いた話。坪田先生、お見えになりましたよ。そして高校2年の夏休み。さやかちゃんは僕の塾にやってきた。勘見しすぎじゃね？あ、ごめん。いや、かっこいいなって思ってさ。僕にも今風のファッション教えてよ。その顔で今風は無理っしょ。僕のお腹じゃへそ出しは無理か。男はへそ出さないっしょ普通。そっか、そうだよね。はじめまして、講師の坪田です。よろしくお願いします。工藤さやかです。よろしくお願いします。その時の彼女は、イエイ、偏差値30で学年ダントツビリの筋金入りのギャルだった。じゃあまず学力を見るための簡単なテストをするね。テストってさやか嫌いだな。点数が出て終わりでしょ。いや、点数が出てからが始まりだよ。できないところが分かったらできるようにすればいいだけじゃん。先生超前向き。すごいね、ここまで謎に満ちた答案は初めてだよ。まずさ、
このストロングの和訳がなんで話が長いになるの？だってこれストーリーがロングってことっしょ。なるほど。ねえてかさ、この人超かわいそうなんだけど。何が？だってこれ太った女の子だからこんな名前つけられたんでしょ。この聖徳タコさん、これかわいそうすぎるよ。聖徳太子、男だよ。え？いやでも君の発想はさ、はっきり言って天才級だよね。天才？いやそんなことないよ。それに全問不正解だけど回答欄は全て埋めたよね。まあね、それ当てればラッキーだしね。それ、その積極的な姿勢が実に素晴らしい。何？なんか先生に褒められるとか新鮮だわ。けどさ、おかしくないか、この知らなさ加減。さやか、そのまま明蘭女子大行く予定だったから5年間一回も勉強したことないの。あ、じゃあとりあえずさ、行きたい大学決めてみようよ。いや、さやかに大学受験は無理っしょ。いやでもさ、無理って思うことを成し遂げたら自信になるだろ。だって志望大学とか考えたこともないし。思い切って東大にする。東大？ガリベのダサいとこしかいないんじゃね。じゃあ慶応は？慶応ボーイって聞いたことない。なんかイケメン揃ってそう。じゃあ慶応に決めちゃう。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ねえねえねえ、マジで言ってる？うん。いや、行きたい大学に入れるのが僕の仕事だから。いや、七夕の短冊と一緒でさ、まずは願いを文字に書かないと。それから慶応に行くんだってどんどん口に出してみるの。言ってるうちに願いは向こうから近づいてくる。何それ、なんかの魔法？うん。やっぱ先生超前向きだね。生徒が慶応とか超ウケる。慶応。ただいま。おかえり。どうだった？あーちゃん、さやかね、うん、慶応行くことにした。え？どの慶応？さやかが慶応？超危険だけど。受験勉強とかありへんて。ない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 。やっべ、小学生のドリルだが。そう、今のさやか小4レベルらしいわ。マジかって。難しいね。うわ、分数やば、これやべえ、全然わかんない。うちは完全個別指導制で、1対1の指導で見つけた課題を自習で補って、また新たな課題を克服していくの。君は週3日のコースだから自宅学習もすごく大事だよ。うっす。うっす。じゃあここね。はい、お邪魔します。じゃあ今日のテストね、時間は20分。またテストかよ。哲夫君。はい。諦めずに頑張ろうよ。モーリーには言ったよね、電気より原子力よりも強い動力があるって。それは何？意志の力です。イエーイ。90点は奇跡の伸びだよ。悠々白書で例えれば、桑原が突然能力開眼したようなもんだ。韓国美術界に挑むつもりで特訓したから。そっか、すごいね、さやかちゃん。今日は一つ正解があったよ。イエーイ。いや、それにしてもこれ社会科の無知は無知族の女王様級だね。ちょっと、無知族の女王様って何？ SM？ え？え？まさかとは思うけど、日本地図くらい描けるよね。いや無理っしょ普通。そう言わないでさ、君が知ってる範囲でいいから描いてみてよ。日本地図でしょ、うん、まあ大雑把にはこんな感じかな。あのさ、なんで丸一つなの？だって日本は一つっしょ。いやいや、北から南までいろいろ島があるやん。北？南？まさか東西南北分からない？北が上なら南はどっち？あー、もうさやかそういうのほんと無理だわ。いやいや、でもそれ人間としての基本性能だから。いや先生そう言うけどさ、さやかの友達絶対知らないから。受けてる。イエーイイエーイ。
北が上なら南は下に決まっとんじゃん。うっそ、あゆみ知っとった？そんなペラペラパーでよく生きてきたね。すごいじゃん。お前みたいなトラクシャー竹が慶応なんて受からんわ。騙されとるんだわ。詐欺だ詐欺。わしは1円も出さんでな。お金は私のパートで賄います。ああさやかがやる気になったんですよ。私は坪田先生を信じます。何言うとんだ。娘のことは私に任せるって言いましたよね。この家族は失敗だね。竜太がプロ行くことしか希望なんてねえわ。何様だってこのクソじじ。誰に向かって口聞いとんだ。やめ竹が。あ、おかえり竜太。ご飯もうすぐできるよ。いないな。今日は東海地区大会のケーキ漬けで焼肉だわ。行こまえ竜太。うん。お兄ちゃんばっかりずどいね。復習したろっか。みんなより早く来て勉強するなんてなんか感動だね。先生に褒められるのがなんか快感になって、あとあーちゃんのためにもパパを見返したいでさ。パパとはあんまりうまくいってないの？あいつは最低っしょ。弟にばっかり金かけて、あーちゃんには月3万しか渡しとらんのだよ。マジ死ねばって思うもんね。お見えになりました。はい。死にこんなとこ連れてきとんだ。誰や？言ってんだろうが。入塾面接。ゲーム。はじめまして。講師の坪田です。やればできる子なんです。大学を受験して司法試験を目指すように説得してやってもらえませんか？やればできるんだもんね、レイジ君。あのね、レイジ君はいつからこういう感じ？うちは三代続く弁護士の家系で、レイジも弁護士になれって主人が厳しくしすぎたのが良くなかったのかしら。でもやればできる子なんです。お母さん、やればできるってのも良くないですよ。やってもできなかったら自分の無能を証明することになっちゃいますから、子供はますますやらなくなります。はい。あとはお任せいただいてもいいですか？それにしてもゲームうまいよね。達人級だよね。これシミュレーションだから、あいつに復讐するための。あいつって？親父だよ。死んでもあいつの思い通りになんねえぞ。そっか、そうなんだ。あ、すんごい復讐の方法思いついちゃったんだけど。先生すげえ。どんな魔法使ったの？僕の知識を総動員させて別の考えを提案しただけだよ。へえ、知識って魔法みたいだね。知れば知るほど発想も広がるんだ。慶応に行けば世界だってうんと広がって人生が豊かになるよ。そんなすごいの？慶応私学の最高峰だぞ。人材も集まるし、モデルや女子アナになる率も高まる。玉残しも夢じゃないぞ。うほほーほほよし、じゃあ小学生ドリルも終わったことだし、慶応義塾大学文学部の受験科目、英語と小論文と日本史に絞った勉強を始めようか。日本史さやか苦手だわ。
いやでもさ、織田信長とか知ってるだろ。聞いたことはあるかも。いや地元の英雄だよ。名古屋の三英傑は言えるよね。下ネタかよ。え、英傑、英傑、英傑、これでいいですか。三英傑は信長と秀吉と家康ね。英傑の意味は辞書で調べとけ。持ってません。辞書って重いじゃん。いや辞書ぐらい揃えてよ。慶応文学部の英語の入試では2冊まで持ち込めるんだから。はい、これ僕の推薦辞書リスト。ありがとうございます。あ、ところでさ、ずっと金髪なの？学校で注意されない？うん、金髪は夏休みだけ。でも今年の夏休みはもう遊べないね。ちょっと待って、無理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 。ほら見て、もう予定パンパンだし、これ友達裏切れないっしょ。しょうがないな。でも勉強サボったら罰ゲームだよ。罰ゲーム？現在進行形は B 動詞プラス何？10 B 動詞B 動詞ってあれでしょ、7 6、あのあれ、あの B 動詞ってほら4前にあったやつでしょ。3 2 1 アウト。罰として右の付け間も禁止。ファンでも禁止されたし、さやかどんどんブサイクになってくんだけど。明日の課題が完璧ならまたすぐおしゃれできるから。先生もさ、もうちょいおしゃれしないと彼女できんよ。痛いとこつくな。いや、これでも若い頃はイケてるロン毛だったんだぞ。嘘、写真見たい。見たいよね。よし、じゃあ夏休み中に中学英語を終わらせたらな。速攻終わらせるよ。うん。 B 同士？お互いわがままだし、うまくいくわけないよね。付き合うなら、やっぱええ顔じゃない。わかるわ。意外からが B 同士っていうのは決定型のことじゃない。さあ、行くよ。しゃっ。ケチくせえな、お前は。あの、いい承知あったろ、あれ持ってこい。はい。おい、もっとじゃじゃくや、リュウタ。うるせえな、クソジジイ。勉強中なんだけど。ごめんね、さやちゃん。今日は多めに見てあげて。勉強なんかいいで。リュウタ、祝ってやれ。おい、エビくん。何あれ？中部日本大会で優勝したんだって。優勝？まあね。お前とは違うんだ。野球の名門修学院高校からもうスカウトされとんだで。来年は甲子園だな。うん。お兄ちゃん本当にプロ行くかもね。よし、集合。乾杯するぞ。焼酎は。ビールで。パンパカパーン。とうとう満点だよ。まさか3週間で中学英語終わらせるなんて、ほんとすごいよ。イエーイ。はい、約束の写真。やっぱ覚えてた。しょうがないな。早く見せて。はい。じゃじゃーん。何これ、超ダセーんだけど。おい、ねえ、みんな見て。いや、先生、仕事
な。金髪の彼女だっていたんだぞ。金髪って、うん、てか羊すぎじゃね。大学の交換留学でニュージーランド行ってたの。ああ、自由の女神の。それニューヨークね。そっち系ね。先生はさ、どんな高校生だったの。ああ、学校と合わなくてよく叱られてたよ。さやかもよく学校と揉めてる。授業もよくわからなくてやる気もなくしてたら、君はガンに例えるなら末期だって。いや、ひどいこと言うと思わない。さやかはクズって言われてる。あれ似てる僕たち。イエーイ。やめて、さやかそんなブサイクじゃないし。おい。え、それでなんで塾の先生になったの。ああ求人誌でたまたま見つけたんだ。え、そうなの。うん、最初はバイトのつもりだったんだけど、やってみたら意外に面白くてさ。だって学校は学力も性格も全然違う生徒をひとまとめに教えるから、僕みたいに授業についていけない生徒がたくさんいるんだよね。でもここでなら一人一人の個性に応じて教え方を変えられる。もっともっと生徒の能力も引き出せる。そう提案したら塾長も賛同してくれて、銀行からお金まで借りて、教室もこんな風に改造してくれたんだ。え、ひょっとしてあの人が塾長。掃除のおじさんじゃなかったんだ。だから僕はあの人のためにも何としても結果を出さなきゃって思ってる。先生も勝負かかってんだな。そうだね。マジか、こいつほとんど寝てねえぞ。家庭放課後完了はまずは過去分子を見つけることか。わからないことがあったら手を挙げて聞くように。定額も終わったんだし、いい加減真面目にやるよ。ん、本気で改心したってとこ見せたら、ちゃんとした就職先紹介して推薦状も書いてやれるんだでよ。いいの、さやか慶応行くから。え、舐めてんのか。お前みたいなクズが何が慶応だ。じゃあ先生、受かったらどうすんの。え、お前全裸でな、逆立ちして校庭一周したるて。うわ、みんな聞いた今の。落ちたら工藤はどうすんだ。そしたらさやかが全裸で逆立ちっしょ。いや、女子高生に全裸はまずいっしょ。せめてパンツは許してもらわないと。ふざけんなよ、まだおっぱい見えてるし。受かりゃいいんだろ。受かりゃ受かってやるよな。やめとけやめとけ、どうせ口先だけだろ。そんなん今さらやめられるわけないっしょ。あーちゃんが授業料出してくれとるんだよ。受かっとるわ。工藤さやかは慶応大学に合格します。頑張れ。完全に壁にぶち当たったな。高一レベルの文法力や単語力はついてるはずなのに、なんで長文読解問題だと点が伸びないかな。そもそもさ、出題自体が意味不明っしょ。え？いや、この英文タイトルの意味はわかるよね。サンタさんは実際にいるんですか。分かってみた。だからその問いかけが謎じゃん。ひょっとしてさやかちゃんさ、サンタさんはいるって思ってる。だってテレビ出てんじゃん。え？え？あのさ、ウルトラマンもテレビ出てるよね。そっち系？うわ、さやか超ショックなんだけど。よーくわかったよ。さやかちゃんの場合、知識や常識がもうウルトラマン級に不足してるんだね。このままだと小論文ではもっと苦労するぞ。じゃあどうすればいいの？読書をすれば自然に知識や常識も蓄えられるからさ。ほい。この人知ってるよね。あ、龍之介ね。親父はドラゴンズファンだな。これ名前に龍がついたら 100% そう。
ね、そうだよね。ほら、おい。いや、面白いんだけどさ、これ受験のこと考えたら全然笑えないからね。またリュウタのバット買ったんですね。プロ行くんだで、ええ道具が出たら使わせんといかんわ。期待しすぎちゃリュウタもプレッシャーじゃないですか。それに打ち勝つのがプロだでな。少しはさやかのことも気にしてやれませんか。気にするも何もさやかがわしを嫌っとんだろうが。本当にそうでしょうか。ああ、あなたとさやかはよく似てます。不器用で意地っ張りで、言い出したら絶対後には引かない。あいつには受験なんか無理だ。バカな夢見させて、ほんで後で傷つくのはさやかだでな。決めつけないでください。娘の可能性を親が信じてあげないでどうするんです。わしは口答えする女が大嫌いなんだわ。小さい頃からさ、ここでぼーっとするのが好きだったの。あの新幹線に乗ったら違う世界に行けんのかなって。ああ、なんかそれわかる。あのさ、レイジ君ってなんで塾に通うことにしたの？親父に最高の復讐をするためだよ。すんごい復讐の方法思いついちゃったんだけど。なんだよ、教えろよ。例えばマリオがクッパを倒してピーチ姫を散々喜ばせてから助け出さずに置き去りにして帰ったとしたら、ピーチ姫は絶望のどん底に落ちると思わない？それは残酷な仕打ちだな。うん、君もまずは大学に入る。頑張って司法試験にも受かる。それじゃ親父が喜ぶだけじゃねえかよ。でも君は弁護士にはならない。は？お父さんを散々喜ばせた後でどん底に突き落とすの、どう？めちゃくちゃ残酷だろ。へえ、レイジ君も坪田マジックに操られちゃったんだ。あいつすごいよ。俺の心を開こうとコアなゲームの話もしてくる。ゲームのこと半端なく勉強してるな。他の生徒にもアニメやらアイドルやらの話題を用意して、多分毎晩寝ないで頑張ってるんじゃないかな。さやかもそう思う。いや、お前もなかなかすごいけどな。え、何が？いや、だって平気でバカさらして頑張ってんじゃん。はあ？バカってひどくね。ありがとな。いや、お前がいるから俺も頑張れてる。レイジ君、そういうのキモいからやめてくんね。え？何しとんの？行くよ。ああ、待てって。あ、
先生じゃん。なんで西村と？うちの学校はエスカレーター式で大学まで行くのが基本でして、他大学を受験するのは歓迎できないんですよ。お宅の噂は聞きました。経営が苦しくて他の塾が相手にしないような劣等生をかき集めてるそうですね。学校で弾かれた子にも可能性はあるし、僕はそれを広げてあげたいんです。でもうちの工藤をそそのかすのはやめてください。慶応合格圏の偏差値70は全受験生のうち上位 2%、 偏差値30の工藤は下位 2%、 受験生が70万人としたらその間の 96%、 つまり67万人を追い抜けなきゃならないことになる。工藤にできるわけがない。難しいことに挑戦しているのは僕だって分かっています。少しぐらい勉強したってダメな生徒はダメなんですよ。西村先生、僕はダメな生徒などいないと思うんです。ダメな指導者がいるだけですよ。じゃあ君のやり方で慶応に入れた子がいますか？今から出るんです。さやかちゃんが受かります。あんなクズ無理に決まってる。さやかちゃんはクズじゃない。可能性にあふれる最高に素敵な女の子です。だからやめてください。クズって言われた生徒は本当にそう思い込んじゃうんです。自分の可能性を信じなくなるんです。自分もそうでした。だから僕は一人でもそういう子たちを救ってあげたいんです。立派なことをおっしゃいますが、所詮は商売優先の塾講師ですよね。話にならないようなのでここで失礼します。俺も受かるから、お前も絶対受かれよ。丸暗記しようとするからダメなんだよ。日本史ってのはな、嫉妬と愛憎を渦巻く壮大なメロドラマなんだから、もっと楽しんでストーリーを追わないと。はい。漫画？これなら楽勝かも。うん、お、フランシス・コザビエルと。どんな人？割といい人だよね、顔的に。サヤカは好きで。え、なんで好きなの？コザビエルのこのポーズを学校で真似るのが流行ったの。そんな理由かよ。フランシス・コザビエル。ねえ、あーちゃん知っとった？ん？奈良の大仏のパンチパーマ、あれヤンキーじゃなくて悟りを開いた証なんだって。パンチパーマにしてもさ、ペリーってマジで超ムカつかん？いちいち黒い船出来上がってさ、超目立ちたがり屋じゃん。さやちゃん楽しそう。坪田先生のおかげね。まあ、さやかも賢くなって先生みたいになりたいって思った。先生みたいって？他人の未来のために必死で頑張れる人かな。
さやかちゃんがそんなことを。嬉しいな。本当にありがとうございます。でもあれだけ頑張れるのはお母さんが本気でさやかちゃんに愛情をかけてるからです。だってそれ以外私がしてやれることなんてありませんから。私は母親に叱られてばっかりで自分はダメな人間なんだって思うようになっていろんな可能性を狭めて生きてきたから。だから子供たちにはワクワクすることだけやらせてあげたいんです。周りに何て言われても世界中が敵になっても私だけは絶対味方でいようって。ちゃんと分かってますよさやかちゃんは。でも何か問題があるから私を呼んだんですよね。さやかちゃんの学力は驚くほど伸びています。でも残念なことにスタートが遅すぎました。今のままでは慶応合格に間に合いません。週6日コース？そう。だからさやかと真由美のために積み立てた保険と定期を解約させてほしいの。いつか穴埋めするから。別にいいよ、お姉ちゃん頑張ってです。どうせパパには頼めないんでしょ。うん、夜も働くことになるから迷惑かけるけど。大丈夫、真由美中学生になるんだよ。ごめんね。ありがとう。ディレクターちゃん泣きそうだよ。また泣いちゃうの？幸せだ。嬉しい、楽しい、幸せだ。先生、週6日コースっていくらかかるの？昼休みにあーちゃんが持ってきた。足りない分は親戚に頭下げて借りたそうだ。こんなに？かといってそれで受かる保証はない。そしたらあーちゃんは言った。受かる受からないは関係ない。さやかは塾に来てからずっとワクワクしている。それだけで十分なんですって。そのお金の重みわかるよね？さやかに話あんだけど、もう一件いい？あーこういうのもたまにはいいね。え暴れないの。でさ、話って何？うちらさ、もうさやかと遊ぶのやめるわ。だってあんた無理してるでしょ。別に無理してないよ。さやかはみんなと一緒にいたい。それで落ちたらうちらのせいにされんじゃん。うん、たまったもんじゃないよね。
さやかのこと嫌いになったの？なわけないでしょ。誰に何言われても平気で頑張ってるさやか、超かっこいいよ。うちらもぼちぼち何か本気になれるもん見つけなきゃさ。それにもし子供ができたりしたらさ、今の私じゃ何も教えてあげられんし、やばくねこれ。うちらはマジでさやかに合格してほしいの。マジ泣いてるけ。なんで。受験が終わったらさ、ほらまたみんなで思いっきり遊ぼうよ。よし、遊ぶぞ。遊ぶぞ。さやかおっぱいでかくなってね。マジ？ほらほらちょっと触らせてみ。リュウタ、名門野球部期待の新入生なんだでよ。堂々とせんと。前も今日から中学生なんだで背筋伸ばさんと。さやか、何あくびしとんだ。行くぞ。よし。はい、笑え。この例題集の問題、x2 乗プラス 7x プラス12は、この因数分解の公式を当てはめると。いや、社会は不条理と矛盾に満ちてるよね。プロレタリアートの貧困と苦悩はさ、マジ身につまされるよ。まさか君の口からプロレタリアートって言葉を聞くとは、信じられない進歩だよ。小論文対策の読書感想文としてもそれなりの出来だったと思う。やっほい。でもな、自分の意見を書くだけじゃただの作文だ。小論文では反対意見も想定した上で意見を主張しないと高得点は望めないぞ。なんせ目指すは私学の言う慶応義塾大学だ。はい。小論文はもちろん英語の長文読解にも必ず役に立つ。ニュースもチェックして時事問題にも詳しくなれ。あ、時事問題じゃないからな。うっす。 あとさ、漢字の間違いが多すぎるからこれもな。よし。お待たせしました。いよいよ嵐の皆さんです。え、ちょっとお姉ちゃん。リーニュースなの。ニュース。今日の特集はブラック企業についてです。違法な残業や長時間労働、こうした労働支援企業が現在社会的に大きな問題となっています。今日はこの問題に詳しいフリージャーナリストの山本恒明さんにお越しいただいています。その会社許せなくね。働きすぎで自殺した社員もいるんだよ。なのに立派な CM が流れてて一流企業と思うっしょ。何信じて会社選べばいいかマジ困るわ。マスコミも最初は安くていい商品を提供するって持ち上げてたんだよ。福祉事業にも取り組んでたしね。だからそこだけ聞くと超いい会社に思えちゃうじゃん。それつまりね、ニュースが情報のどこを切り取るかで世論なんて全然変わってくるんだよ。新聞を鵜呑みにしないでいろんな立場から考えないと真実は見えてこないんだよ。でもさ、先生が大統領になればいいのに。日本に大統領はいない。え、安倍ちゃんは？安倍ちゃんは総理大臣だ。そっち系ね。そんなことも知らないのによくブラック企業を語れたね。ニュースで見て先生が質問しそうと思ったからネットで調べたの。おお、ついに出題者の意図を考えて勉強するようになったか。じゃあ慶応の出題者の意図はどうやってわかる？慶応の先生に電話する。教えてくれると思う？思わん。じゃあ、前に出た問題をやる？
正解イエーイ。よし、じゃあ次は応用問題だ。はい、頑張れ。はい、あれどうしたの。いや、ちょっとお手上げすぎてやばいわ。なんかお腹痛い。いつになったら教室戻るんだ。戻ってもね。なんかもうダメだわ。重症みたいだね。あのさ、この卵仮にクララと名付けてみよう。クララ。これをここに立てられると思う？そんなん丸いんだから無理っしょ。ところがね、微調整すれば立つんだよ。おお、クララが立った。すげえ。けどそれを君は知らないから、丸いという先入観だけで諦めた。クララだってハイジが立つって信じてなきゃ一生立てなかったかもしれない。だからね、可能性があるって知っておくことってすごく大事なの。さやかも知ってるよ。坪田先生がさやかが慶応入れるって信じてること。多分あーちゃんも。勉強に戻ります。さやか、本当にいいの？うん、遊びの誘惑に打ち勝つためだから。よし、わかった。さやか、行くよ。このやさしっていうのは動詞の痩せる、やすのを形容詞化したこと。さやかだよな。お前なんでそんなブサイクになっちまったんだ。うっせえな、わざとダサくしてんの。いや、でもダサすぎるんだろう。うっせえ。保証を1000キロまでつけさせていただくので、お買い得です。どうぞ、乗ってみてください。She was fast asleep in the windowsill. おはよう。他の先生からも苦情が来ています。ほとんどの授業で寝てるんだったら、学校に席を置く必要あるんですかね。申し訳ありません。ですが、どうか卒業だけはさせてやってください。でないと大学に進めません。
それはもう何度も聞きましたよ。あの子は本当にいい子なんです。それも何度も聞きました。お母さん、あなたも何度も呼び出されてますよね。本当に本当に申し訳ありません。でもさやかは本当に本気で頑張ってるんです。塾でも夜遅くまで勉強して、家に帰ってからも朝まで寝ずに勉強して。じゃああの子は一体いつ寝ればいいんですか。学校しか寝る場所がないんです。無茶を言ってるのは承知ですが、どうか許してやってください。でないとあの子は受験前に倒れてしまいます。じゃあせめて目立たないようにお願いできますかね。ありがとうございます。よく言い聞かせます。つまり180度より A の角度は小さいため、 A イコール60度ということがわかる。このようにどの公式に当てはめるかを考えて解いていく。ういーす。ういーす。ちょっと待って、どうしちゃったの。いや、ちょっと気になっとる子がいてさ、恋の誘惑を断ち切るためにお前見習ってダサくしてみた。そっちの方が全然いいって。今までダサすぎたもん。え、嘘。英語は長文もいけてきた。でも日本史、近代史は壊滅的だ。あ、念のため聞くけど、福沢諭吉って何を作った人。10、9、8、君が行きたいところだろうが、6。あ、分かった。焼肉屋。慶応義塾大学だ。始めてください。気をつけてな。はい。どれだけ見たって結果は変わらないぞ。でも全部いいってさ。合格は絶望的ってことだよ。いや、偏差値30だったやつが英語は偏差値60まで上げたんだぞ。基礎が固まってますます伸びるところだから。けどみんなますます本番に向けて頑張るわけでしょ。まあ問題は日本史だな。とにかく漫画を繰り返し読むしかないな。さよなら。さよなら。さよなら。あ、明日も小テストやるからな。できなかったら罰ゲームだぞ。どういうことだ龍太。一週間も練習休める立場かだけが。なんとか言え。夏の無念を晴らすためにも春の選抜はお前がレギュラー勝ち取って甲子園行くんじゃなかったんか。今から監督に謝り、今が正念場だが、ルータ野球はもうたくさんなんだよ。分かったんだよ、みんなすごすぎてレベルが違う。俺なんかがどんなに頑張ったってレギュラーは無理だ。プロなんか夢のまた夢だよ。何言っとんだ龍太。おめえはやれるて、やりゃできるんだて。待ち龍太。あんた本気なの。ここまで頑張ってきたんだから、
もうちょい踏ん張りね。頑張ったってどうにもならん世界だってあんだよ。兄貴もさ、バカな夢追いかけんのもうやめろよ。まさか本気で慶応行けると思っとんのか。頑張ったね、イエーイ。いや AKB 総選挙を例えるならネクストガールから神セブンに入ったようなもんだ。おお。あ、この際さ、志望校を開けてみないか。立命館とか同志社とか行けるかもしれないさ。え、マジっすか。英語の偏差値はまた上がったんだからさ、とにかく日本史だよ。学習漫画16巻以降の近代史に的を絞ろう。先生、もういいです。慶応じゃなくていいです。本気で言ってるの？何のために勉強してるのか分からなくなったの。今苦しいだけです。一度東京行って慶応大学を見てきたらどうかな。虚しくなるだけだと思う。傷つきたくないから目標下げるの？それとも遊びたいの？眠りたいの？今が踏ん張りどころだよ。さやかはこの1年毎日踏ん張ってきたの。目標を下げたらどんどん低い方へと流れていくよ。別にいいんじゃね。もともと低いとこを流れてた人間だし、先生みたいにいつも前向きじゃいられんもんでさ。じゃあやめれば？そんなんじゃどこにも入れないよ。さやか？雨ですね。はい、こんな日もありますよ。はい。さやちゃん、ちょっと何、どうした？
辛いならやめていいのよ。もう十分頑張ったもん。なんでそんな優しいこと言うの？さやちゃんは赤ちゃんの時もね、いっつも震えてたのよ。病気がちで泣いてばかりで、私はほとんど寝かせてもらえなくて、疲れと不安でくったくただった。パパは脱サラしたばかりでほとんど家に帰れなかったから、将来も不安で私は一人で抱え込んでて、それでもさやかは泣き続けるから思わず怒鳴りつけたの。お願いだからもう私を苦しめないでって。自分のことが嫌いになって私もさやかと一緒に声を上げて泣いたわ。そしたらね、さやかが突然私に笑いかけてきたの。まるで私もいるから泣かないでって言ってくれてるみたいだった。その時分かったの。この子の笑顔が見られれば私は幸せなんだ。この子がいつも幸せに笑っていられるようにしてあげたいって。あーちゃんはさ、うん、なんでパパと結婚したの？ああ見えて優しいとこもあるのよ。困ってる人を見かけたらいても立ってもいられなくなって、大事な約束すっぽかしてでも何とかしようとして。知ってる？パパも慶応に憧れてたのよ。早慶戦で活躍してプロ入りするのが夢だったの。でも慶応には入れなくて他の大学で頑張ったんだけど、結局プロの誘いは来なかった。はあ、すいません、お帰りください。珍しいですね、先生がそんなに飲みやすなんて。あ、いえ、ちょっと生徒に厳しく当たってしまいまして、感情的になってしまったことを走っています。どこの先生か知らんけどや、先生なんかに何ができるっちゅうだ。親だって何にもできやせんのに。そうでしょうか。親にも僕にも何かやれることはあるんじゃないでしょうか。僕はそう信じてます。綺麗事だわ。わしなんか娘はクソじじい言うし、息子には突き飛ばされてまって立場ねえがや。よし、ゆうた、ちょっと来い。いいから来い。ゆうた、何してくれとんだぜ。酒飲んで補導されてどうなるか分かっとんのか。野球部員が事件を起こしゃ
選抜予選も出場停止だが、頑張ってきた部員らにどう謝んだ。大丈夫だ、もう野球部やめとるからさ。やめた？嘘こけ。本当だよ。だけがわしに断りもなしに言ったら反対すんだろうが。当たり前だが、アホが。もうやめてください。あかんか、アホ。やめろよクソジジン。だけ、野球で入学したっちゅうなに、野球部辞めた息子の絵が恥ずかしくて学校行けんわ。ほか、いい加減にしろ。どかんか、ほか、リュウタ。アホ、アホ、アホ、アホが。あーちゃん、恥ずかしいって何なんですか。私はさやかのことで何度も学校に呼び出されてきたけど、恥ずかしいと思ったことなんて一度もありません。むしろさやかといろんな話ができて楽しかった。ゆうただっていろいろあなたと話したいことがあるんじゃないんですか。ゆうた、リュウタ、知ってました。あなた、リュウタはね、試合の前の晩はいつも喘息の発作が出るの。失敗してあなたに叱られるのを恐れてたの。野球することに怯えてたの。一番つらいのはあなたの夢を押し付けられた竜太じゃないんですか。だから、だからあの子は行き場をなくしたんです。竜太のことで口出しするな。お前はさやかとも真由美の面倒だけ見とりゃいいんだわ。私はさやかと真由美と竜太の三人の母親です。役やめたの。ちょうど作品。リュウタの知り合いかて。一緒に遊びに行こう。せんだよ、黙ってろ。似合わないからやめない。偉そうなこと言える立場かよ。兄貴だって受験から逃げて、塾も行かんとフラフラしとんだろうが。所詮俺たちはな、その程度なんだよ。てめえと一緒にすんなよ。さやかは違う。さやかはあんたとは違うから。あーちゃん、お願いがあるんだけど。
なんか学生になれたみたいで楽しい。こんな大学に通えてたらもっと違う人生だったろうな。違う人生って？うん、だってさ、ここの学生さんたちみんな自信に満ちた顔してるじゃない。さやちゃんにもああいう風に生きてほしいな。ねえ、記念に写真撮ってかない？ごめん、あーちゃん。ん？写真は春まで待ってほしいの。ん？私やっぱり慶応がいい。慶応に行きたい。おお、さやかちゃん、どうした？こんな遅くに。やっぱり先生も寝ないで頑張ってたんだね。ゆきちくんはさ、生きるために学問を進めたんだよね。人生にはいろんな困難が必ずあるし、それを何とかするには逃げずに立ち向かうしかないんだよね。さやか、もうちょっとだけマシな人間になれるように苦しくても頑張ります。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。先生、これさやかの模試結果。まだ見てないのか？ちょっと自分で見る気なくて、先生が開けて。わかった。リュータ、悪かったね。わしも気すんだで。これからお前の好きに生きりゃええわ。
でも俺野球しかしてこんかったから何したらいいか何も考えられん。ゆうた、これさやかの模試結果。慶応文学部 C 判定合格可能性。50%。え？嘘。やったね、お姉ちゃん。本当に頑張ったもんね。リュータ、さやかは行くよ。慶応に。あんたも自分の夢見つけな。高2で始めたさやかがここまで来れたんだから、あんたはまだまだ間に合うよ。その時のさやかちゃんは学習漫画の効果で日本史の偏差値を58まで上げ、英語は偏差値70を超えていた。本命は慶応義塾大学文学部。ウォームアップ校に西の名門近畿学院大学文学部。苦手な小論文の配点比率が高い慶応の総合政策学部もダメ元で受けてみよう。まあ記念受験ってやつだ。はい。今の時点では慶応文学部は C 判定だけど、本番までの2ヶ月が本当の勝負だ。僕はやれると思うよ。はい。よりによってなんで今日この日に大雪？交通機関にも影響が出ています。まずは鉄道の情報です。現在運転を見合わせているのは JR 中央本線、名鉄名古屋本線、名鉄歩いてても行くしかないでしょ。近鉄名古屋線の各線です。送ってたらスタッドレス履いたで、早う支度しろ。初めてかや、このバス乗るの。入学金のことは心配せんでええわ。わしが何とかするで。わしは何から何まで間違っとったみたいだな。あかりは、お前の母親は偉い女だ。お前がそれに気づかせてくれた。今はお前が我が家の希望だわ。叫んなよクソじじ。さやかのことなんか何年も何年もほったらかしだったくせに今更調子いいこと言ってんじゃねえよ。
何してんだよ。怒っとんの？ふてくされてる場合じゃなくね。10分で済む。試験は絶対間に合わせるで。お前は勉強しとれや。間に合ったぞ。なんだ、早行け。あーちゃんの言ってた通りだった。いいとこあんじゃん。なんだ、親父の夢叶えてやれなくてごめんな。でも楽しかった。親父と野球できてよかったわ。俺何しとんだ竹が。第1関門通過だな。イエーイ。え、英二君今日受験じゃね。あ、名古屋大学一本に絞ったんだよ。え新しい復讐を思いついちゃってさ。新しい復讐？いや、親父が冤罪晴らしてあげた人がうちに来てさ、涙を流して言ったんだよ。人生を台無しにしなくて済みましたって。親父も人の未来のために頑張ってたんだよ。そしたらさ、親父がドヤ顔してるからカチンときてさ、親父より全然すげえいい弁護士になって見返してやろうと思って。だったら親父が出た大学くらい受かってやんねえとさ。レイジ君、なんかちょっと今のかっこよかった。マジか、俺ってそんなにイケてたか。しゃーしゃー、名古屋大学やっぱないな。よっしゃ、あとは運を天に任せよう。坪田先生、
いよいよだね。はい、この塾で勉強するのも今日が最後です。そうだね。だから卒業式をさせてください。卒業式？そう、本当は慶応に合格してから渡したかったんだけど、もし落ちたらここに来る気力なさそうだから、だから今日感謝の手紙を渡させてください。ありがとう。今読んでいいか？いやー照れちゃうから勘弁、後で読んでよ。わかった、うん、あ、じゃあこれは僕から。はい。さやかのために神頼みでも何でもやれることはやっといた方がいいかなって。この合格コーヒーは受験当日に飲みます。最後にしてやれることはあるか？プレッシャーに打ち勝つ方法があったら教えてください。こう見えて実は押しつぶされそうなんです。プレッシャーがあるってことは受かる自信があるってことだ。辞書もこんなになるまで使い込んだ。成長したね。先生、この辞書にサインお願いします。え、サインって僕の？うん、お守りにします。私はずっと大人が嫌いでした。外見だけで私をダメなやつと決めつける大人をバカにもしていました。でも自分には何もない、それは自分が一番分かっていました。目標もなければ誰かに期待されることもない。友達と過ごす時間だけが唯一の救いで、将来の希望もない。尖って反抗することで傷つけられまいとしていたのかもしれません。そんな時に私と真剣に向き合ってくれる大人に出会いました。こんな大人になりたいって思えた人は坪田先生が初めてです。解答始め。先生と出会って目標ができました。頑張る喜びを知りました。未来に希望が見えました。私の人生が変わりました。本当にありがとうございました。嘘、なんで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 、え、
落ち着け落ち着け。またなら絶対合格だって。英語も日本史も得意分野だったって。わざわざ電話くださって。そっか、うん、あと一日だからあったかくして寝るのよ。うん、うん、明日の総合制作学部が終わったらすぐに帰るよ。うん、お土産買ってく。お土産なんかいいから、とにかく気をつけて帰っといて。うん、じゃあね。うん、おやすみ。自分の意見を書くだけじゃただの作文だ。小論文では反対意見も想定した上で意見を主張しないと。ニュースが情報のどこを切り取るかで世論なんて全然変わってくるんだよ。いろんな立場から考えないと真実は見えてこないんだよ。さやかちゃんはクズじゃない。可能性にあふれる最高に素敵な女の子です。さやかから連絡ありました？いや、まだ。こんな時間が一番辛い。我々は待つことしかできないからね。さやかちゃんだ。もしもし、坪田です。先生ごめんね。さやがダメだった。さやがヘマしちゃった。ヘマって？うん、いいの。でもまだ総合政策学部が残ってる。朗報待とう。ごめんね、さやちゃん。謝ることなんて何もないのよ。受験というのは
切ないものですね。ええ、でもまだ総合政策学部が残ってるじゃないですか。総合政策は苦手な小論文の配点比率が高いからね。しかし学年ビリから近畿学院に受かったというだけでもすごいことじゃないですか。はい、彼女がこの結果をポジティブに受け止めて前に進めるように僕なりに考えてみます。久しぶり。久しぶり。やっと終わったね。お疲れさん。お疲れ様。お疲れ様。さやか、今日はとっかたん行くよ。行くよ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 。何する？え、まずはお腹満たすし。あ、いいね。何食べる？何食べる？焼きそば。随分遅いな。先生。さやかちゃん。やったー
やったぞー。工藤さやか様、君が今どんな気持ちでいるのか僕は知らない。もし一番の願いが叶わなくて沈んでいるとしても、大きな目標にトライしたことは将来必ず何かの力になるはずだ。だから君らしくへっちゃらな顔でまっすぐ堂々と歩き続けてほしい。僕はそんな君が大好きだった。1年頑張ってみるわ。負けんなよ、絶対だぞ。しゃ、周囲がどんなに無理だと言っても堂々と夢を語り続けた強さ、恥や失敗を恐れずに夢に挑んだ君の強さ、それが僕には眩しかった。許さないからね。ああ、君は僕が人生を変えてくれたと言ったけど、君の頑張る姿こそがいろんな人の人生を変えたんだと思う。君はこれからもきっとそういう風に生きるんだと思う。たとえつまずいてもいろんなことにトライするんだと思う。僕も君との出会いに心から感謝している。君に出会えたおかげで僕の世界も大きく広がった。意志のあるところに道は開ける。僕もそれを信じて
生きていこうと思う。掴もうとしてる新しく始めるよ僕は心には明かりを灯す弱い自分それは昔話そんな自分を探してるのダメじゃないよ僕だって構わないんだよもっともっと強く思ってる捕まえて明日を今がそうその時誰かに決めつけられてもう構わないんだよもっともっと夢を見続けるこそ捨てちゃダメなのさ Come on! Come on!寂しく佇む僕の影が色をつけてと語ってきます明日の色模様を変えるそんな自分を探してるのダメじゃないよ僕たち終わらせんな可能性誰かに笑われたって構わないんだよもっともっと強く思ってる捕まえて明日を今がそうその時誰にも君のことはもう笑わせないんだよ君と夢を見続ける秋を問わかないもの秋を問わ高なる胸僕は君のために強くなろうだってほら君は好きだからだからこそ君が必要さ